はい、どうもー。はい、どうもー。水田4です。お願いします。お願いします。では、一応頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンタです。元気です。お願いします。お願いします。ということで、はい。はい、本日はですね、うん、元気ラボにやってまいりました。ありがとうございます。ようこそ。あ、前も来ていただいたんですけど、ようやく完成しまして。すごい後ろが。今年初ですね。そうですね。ここでガラス、割ってたんですよね。はいはい、でも、あれ結構いろんな人から評判が良くてですね。科学の伝え方ってこうなんじゃないかなと。うん、ああ、そうね。やっぱそれね、世のがっつりやりたいよね。世のため、人のためになるようなこともお届けしたい。わかりやすい。お届けしましょう。はい、じゃあちょっとお願いします。はい、本日は消しゴムを爆破していこうと思います。関係ねえじゃん。今までの文脈と文脈と一個も関係ねえじゃん。そう、遊びっていうタイプなんですけども、はい、あの昔液体窒素の実験僕らたくさんやってたじゃないですか。はい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 。でその時って、うん、まあ深掘りできてなかったなって思って、ね、あ、はいはいはい、まあ、とにかく何か入れときゃ面白いわ、うん、現象見てたんだね多分。そう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 、そうですね、確かに。でなんか液体窒素で結構有名なので言うと、うんうん、消しゴム入れると爆発するっていうのがあって、はいはいはい、なんかトリビアの泉とかでやってた。ああ、そうですね、はい、巨大化して、はい、爆弾作ろうかな。まあそこだけ切り抜かれて終わりたい。どうなるんですかね。いや、何が起こるか分かんないんですよ。そうですね、やったことないですもんね。そうですね、こうやって消しゴムの大きさによって、はい、爆発は大きくなるんですよ。まああれ、なんでかっていうと外側がカチンカチンで、うん、中側からこう温まってきた時に膨張して、うん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 、それが耐えきれなくて外側のやつがパンって弾けるので、大きければ大きいほど、まあ耐えるからでかくなる可能性はある。なるほど。で一旦ちょっとじゃあみんなが、うん、イメージしやすいように、そう、普通のサイズの、はい、あの消しゴムでどういう現象が起きるのかっていうね、はい、うん、ちょっとこれを液体窒素に入れてどうやって爆発が起きるかっていうのを、はい、ちょっと見ていきますか。やりましょう。はい、行きましょうか。はい、まずその中に液体窒素を入れますね。はい、はい、僕この間行ったレストランでこの液体窒素を使う料理食べましたね。俺らも昔よく食ったもんな。え、よく食ったな。よく食って口の中ひっついて。俺だけリアクション薄かった。本当に危ない感じだった。やりますか、そしたら。はいはいはい。で入れて、冷えたら出した後に爆発する可能性がある。そうですね、はいはいはい、そこで温度の差が生まれてるんですね。でもたまに消しゴムによっては中で爆発するのもたまにあります。なるほど、はい、メガネみたいな。そうですね、念のため。あ、紙は取った方がいいです。取った方がいいです。なんですか、それは。紙に防がれて、爆発しない可能性が。じゃあ取りましょう。よし。俺よく物消しゴム使った。あ、俺もそう。おそろではない。元気先生もですか。そう、使いやすいですね、やっぱり。まとまりやすいし。じゃあ、まとまるくん使ってください。いいです。あ、そんな強く言っちゃダメだよ。まとまるのがいいよね。元気先生だと。じゃあ、まとまるくん使ってください。練り消し作りやすい。練り消し作りやすい。そしたら練り消しのやつ使ってください。そんな言っちゃダメ。いや、だって同じミスしてたんだ。入れますよ。はい、いきます。おー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 、話しますね。おーおー、はいはい、いいな。わー、いいね。今どんどん冷えてますね。やっぱテンション上がるね、これ。ゴクゴクしてるってことは、まあ、まだゴムの温度が、そう、熱いんで、これって表面が熱いからブクブクしてるんですか。中はまだ中が止まっても中はあったかいんですか。あの、中が、表面が熱いからなんですけど、中もまだまだ熱いんで、うん、これの表面がちょっとブクブクが小さくなってから出した方がいいです。そうすると、マイナス196度の消しゴムができる。なるほど。え、もういいですか。そうですね、そろそろいいんじゃないかな。縦に置くね、お前。うわ、やばい、怖い怖い怖い。お前、ふざけんね。いや、そんな近くはダメ。あ、まだやばい、まだやばい。うわ、音いいわ、いい感じだ、音。おぉ。来ないですね。来ないですね。そう、やっぱゆっくり。これ、物によるんですよね。物だけに。絶対言うなよ。絶対言うなよ。何が。いやいや、物だけに。いや、ちょっと待って、ほんとにもう無理、もう耐えれない耐えれない耐えれない。じゃあ次のやつやりましょう。ちょっとね、次何にしますか。じゃあ角消し。角消しも角が多いからおもろいですよね。角、これやったことないですね。あ、行かないって可能性あるんですか。いや、なんか行かないときは行かないし。行きます。行こう。じゃん。おお、これ結構表面多くて面白そうじゃないですか。ね、いきそうですね。
あいつだいぶ、あいつは何なんですか。あいつも森なのかもしれないですね。あれ、え、表面見て割れてる。あ、それでね、なんだよ。いや、斬新すぎるよ。いい。あ、それでね、なんだよ。もう一回できる。え、何でしょう。いきますよ、まとまるくん。まとまるくんはいける気がする。もうそろそろですか。うん、行ってみます。確かに早めに爆発する前に撮った。確かに確かに。いや、何回これやるの。何回これやるの。1回20 19 18 17 4 3にぃーいーちゼロ失敗王だと思われるよ。全然いかないじゃん。なんでなんで理由がわからん。去年やりましたよね。ねえ、めっちゃ落ちたんですけどね。いや、俺いないとき、俺いないときじゃん。すごっ。全員油断しました。元気先生、こっち向いてこうやって歩いてる。いや、そこにいたし。俺もこうやってた。なんでそれ。それは何。俺ミス。俺はミス。まあ、握ったままつけといて。むずいわ。で、ドン。絶対爆発する。やばいやばい。これやばいな。これさすがにやばいな。これはやばい。押すなよ。マジで。イエーイ。ああ。分析言うとめちゃくちゃ殺さないでいいっす。そうですね。なんかブクブクがでっかいのが出た後、ちょっとちっちゃいの。はい。その時に出してるのがクロワ。あ。行きますか。頼むよ。行きますか。せっかく元気先生がこの青を作ったんだから壊さないと。これそういうこと。ちょっとトミー頼むわ。はじめさんこれを AKC にしていらっしゃいましたけど、はいはい、これを爆発させる。行きまーす。よいしょよいしょ。すごいよ。導入。ああ。おお。ちょっと足りない。足りない。出していきましょう。めちゃくちゃ入っていって。これはすごい。吸収している？そんな人ない。こいつ吸収している。ああ冷たい。ああしゃ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 。ああ来ました。これかなり上の方までね。ああしゃ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 。いやいや、ムツゴロウさんの動物の可愛がり方。なんか行く可能性ありそうよね。え、おだってなんか言っとったぞ今。誰の何行きましょう。はいはい、じゃあちょっと、ちょっとじゃあ斜めに、液体窒素を移していただいて、はい、なんか変なミシミシしてる音は何これ。これがだから周りのガラスに対する圧力だった場合結構危ないですよね。そうですね。ちょっと早く、はい。いや、男の料理すぎるでしょ。じゃあこれで掴んで取り出していただいて。はい、よっかった。いきまーす。ここに横にして置いていただいて。来たよ。全体一応ひびは入ってるんですね。ちょっと触ってみる。
割れてはないんですね。カチカチ。させることもできるよ。そうですね。一応やっていきます。成功例を取っとくので、はい、ぜひそちらの方お願いします。見ていただけたらと思います、はい、ということで元気先生のチャンネル下に貼っとくので、はい、ぜひチェックしてください。お願いします。概要欄もちょっと興味深いと思うので、はい、ぜひ元気さんが出てるときは、概要欄読んでみてください、はい、お願いします。ということで以上今日のミスター案内でした。はい、ぜひチャンネル登録ください。はい、また明日。ありがとうございました。はい、お待たせしました。うわ、危なかった。後ろが出なかったわ。助けた方がいい。うん。